こんにちは。僕今日ですね、富山県にある下の妙温泉の跡地まで行こうと思います。もうだいぶ来ちゃったんでね、あとはもう車止めがあるんで、この先を数百メートル歩けば着くそうなんで、じゃあ早速行ってきます。もう荒れ果ててますね。車止めからそんなに遠くはないところにあるそうなんで、近くに発電所が見えますね。巨大な落石の跡ですね。これ もう見えてきました。これすごいですね。自然になったみたいになってますけど、自然のゲートですね。ハイエースかライトエースの廃車ですね。だいぶ歩いたんで間違えたかと思ったんですけど、これは目印なんで道は合ってるみたいですね。倒木で完全にぺちゃんこですね。建物が見えてきましたよ。ここは旅館の車庫か納屋ですかね。なんか建物があったみたいですけど、完全に崩落してます。古い橋がありますね。橋の名前は下の妙橋ですね。二股に分かれてるんですけど、とりあえず橋渡らない方で行ってみます。こっちのルートです。おそらく噴水でしょうかね。わあ、見えてきたけど、これは行けるのかな。これは行けるのか。前まで来ましたけど、こっち側からは無理ですね。テレビがある。どう考えても無理ですね、これ。橋を迂回した方に回っても良さそうですね、これ。じゃあ橋を渡ります。もしかしたら無理かもしれないですね、これ。この先崖で崩れてて無理ですね。廃車があるんですけど、これは給水塔かな。残念ながらこれ無理ですね。これ以上は行くことはできないです。もうこれでこの温泉が自然に帰るのは時間の問題ですね。あともう1、2年も持たないかもしれないですね。現にもう入れなかったんで、ちょっと残念ですけど、ここで終了します。それじゃあまた。ちょっと有志の方に見せてもらった画像なんですけど、この建物はもう6年前の写真ですね。これを見る限り、テレビが落ちてたの分かりますかね。テレビが手前にあるんですけど、もうこのテレビのあったすぐ後ろの建物、このテレビのあった建物がもう完全に潰れてしまってなくなっています。はい、すいません。期待してたものが取れなかったんですけど、これからもまだどんどん廃墟とかそのスポット行けるところがあったらどんどん行ってみようと思います。この動画が良かったらチャンネル登録してください。
それではまた。